ママ。ただいま帰りました。今日はね、ゼミナールで学生にすごく突っ込まれちゃってね、暇でいいだろうと思ったけど、大学の講師も楽じゃないよ。それはそうと随分持つね、この花。あ、そうか、造花だっけ。新次さんですね。え？ええ、そうですけど、あなたいつからそこに？ずっとさっきから。そら失礼しました。いや、どうもこの水虫ってやつは始末に負えない病気で、かいかい。あ、そんな重症じゃないからご心配なく。しかしこれかゆいとなったら地球がひっくり返っても吹かずにはいられない。なんとも理不尽な病気で。ところであなたどなたです？問われて名乗るほどの名前じゃありませんがね、こういうもんです。大日本人口調節審議会理事、馬淵健作。何ですか、この人口調節審議会というのは。つまりです。腹減ったな。ああ、すいません、僕腹ペコなんです。いかがですか、あなたも一つ。いや、結構。ん、じゃあ僕二つ食べちゃう。つまりですよ、日本という国は人間がやたら多すぎるんです。政治の貧困も、全ては過剰人口が原因。日本を住みよい国にするためには人口を調節しなければならない。なるほどね。と言ってもです、我々は将来日本の発展に役立つ人物になるかもしれない生命が、人間の形にならないうちに処分されてしまう不自然な調節方法には賛成できません。なるほど、なるほど。そのような神の意志に反する方法よりも、生きていて何の役にも立たない人間に引き下がってもらう方がいい。それが我々の意見なんですな。なるほど。それでその人口調節審議会というのが僕にどんな用があるんですか？あなたは確か城南大学で犯罪心理学を教えておられるんでしたな。そうです。学生は退屈してあくびばかりしてますけど。そうでしょう、そうでしょう。しかしその退屈な講義も明日から休校ということになる。え？冗談じゃない。僕は勤勉な教師ですからね、よほどの事情でもできない限り。できるんですな、それが。何言ってんだろうな。いただきます、ママ。
通じゃないな。どうもおかしいね。ちょっと。あのロールシャッハテストってやつでね、ここに載ってる絵が何に見えるかでその人の性格が分かるんです。まずこれは女の乳房。え、これが、それも毛頭の女のね。じゃあこれ生殺しにされた蛇。あの、もっと素直な答えを。生殺しにされた蛇。じゃあこれは血だらけのノコギリ。血だらけのノコギリ。はい、わかりました。完全なパラノイアだ。パラノイア？つまり編集狂のことです。しかもあなたのは相当な重症らしい。編集狂？ご心も花だし。例えばです、気違いにこんな真似ができますか？あ、何をするんだ。ママの花を。ママの首でなくてよかったと思わないですか？え、首？もっとも花と違って人間の首はカードでは切れない。スペードのクイーンとジョーカー、この間にこいつを一枚挟んで投げつけると喉笛がパックリ口を開いて相手は倒れる。額の周りに喪服の女王と道化師のカードが散り染まって散っているなんていうな、何とも言えませんね。芸術？そう、素晴らしい芸術ですよこれは。ああ、ママ、ママ、大丈夫？